れもう日本語の IT できるようになっちゃってからもう下ネタにまみれてんだよなこの戦場ね。グランドウォーの頃からそうだったけど、いやプレステ3時代のさ、BO2 とかさ、下ネタエンブレムいっぱいいて。あ、でも BO3 あたりからちょっと制限入ってんだっけ、あれ制限だっけ、エンブレムになんかやったぜ、マイアミ、マイアミだよ。不適切なエンブレムとか言って消されちゃったのにな。ああ、そんな、あの卑猥なエンブレムに時間割く余裕があるならマルチプレイをやれと。やみやみ、こっちスタート初めて。いや、俺は初めてじゃない。ではないか。時間が限られている。なんか今のムービー初めて見た感じがして。いつも車事故る方だよね。俺このマップでチーレスやるの初めてかもしれん。マイアミ派暗いんじゃ。いや、そう暗いんだよな、妙に。そしてやられる。車線が多すぎてね。いやいやいや、どっから撃たれてんのかわからん。海岸行こう。今当たったよ。シルダーユー。よっしゃ。敵のフラグだ。ふっ。逃げ。フラグ飛んできてるよ。このマップ海岸沿いが戦いやすい気がしてる。わからんけど。あ、やられた。暗いんだよな。当たんない。誰詰められてた。今回も他の BO シリーズからのマップ移植とかあんのかな。まあコールドウォーっつったらね、核絡みなところも結構あるしな。ああ、もうこれ外周常にいないともうどっから撃たれるか分かったもんじゃねえ。いや、分かる。もう中央とか通れんもん絶対。ねえ、絶対通れねえ。どっかこっかうろちょろしてたらもう敵がいるんだよ。あれ敵じゃね？あ、敵だった。ニュークはね、絶対出ると思う、そのうち。やばいやばい。キルレがやばいです。敵いなかった？いるやん！びっくりした。もうね、ここは、とつるのをやめた方がいいマップだわ。ね、ちょっと自分陣営の方でうろちょろしつつ。敵の偵察機が接近。もうなんてこった。じゃあここでキルできる人どう何をやってるの？俺はちょっとあのうろちょろし始めてる。瞑想中だね。わけわかんないところからしか撃たれてんだもん。アフガンね。ビオスだっけ？偵察機との通信をロスト。え、そっちのアフガンではないんじゃない？単純にアフガン地形のマップとか。さすがにあの多作品、多作品ではないけど、別シリーズからのマップ移植は過去一回もないよね。多分。シリーズ移植はどうだろう。あんま覚えてないんだけど。わからん。いや、もう真ん中通った瞬間これでもう今全然いねえなと思って行ったら真ん中通らん。サイドバイサイド。ひょっ！危ねえ。本当に
やったら、キョポジハウスに来れた。おお、キョポジハウスバレてる。スタングレネードが来るぞ。スタンが来るぞ。敵が砲撃の照準を合わせている。キョポジハウスバレてんな。脱出しよう。砲撃が来るぞ。上空に敵の偵察機。2人いた、3人いた。敵が砲撃の照準を合わせている。俺はあの強行士ハウス好きだから、あの家に行きたいな。上空に敵の偵察機。やばね、リス変わったくさいな。見えんかった。戦えどうしよう。たまにあるんだよな、このエイムした時ちょうど銃の死角になって敵が隠れる。敵の偵察機を複数。そういうことない。変わってんのか、また。違う。シットか。あ、いるな。二人いるし。強ポジハウスの存在がもうバレてる。バレてる。ああ負けた。ああ、おしめだ。引退だわ。俺のキレレも終わってる。引退だ。みんな引退してフォールガイみたいなね、あのやわりとしたゲームやるべきだわ。はい。とか言ってるでしょね。